はい、くらチャンネルです。今日は料理動画、簡単パスタ、スタートじゃ。まずは、はい、玉ねぎを薄く切ってください。もうなんかできる感じじゃない、ね、怖い。いやーこれ目が痛くなるやつじゃん。なんで怖いのこれ。よいしょ、うん、薄くね、今日は薄く。薄くってどれぐらい。そう薄くで、うまいんじゃない。やればできる子なんだよね。どうするのこうなったら。頑張ってください。頑張るのこれ。頑張るんですよ。もう見えね。見せようか。多分早送りしたら絶対うまく見えるんですよ。これ芯があるじゃん。あ、やべ。でしょ。やべ。うわ、来た。汁だって飛ばしたの。いやー、来た。来た、来たな、もう。もう無理。急に大胆。急に、怖い。急に大胆になった。いや、もうじゃん。もうじゃん。いやー、もう。もうなんで捨てるの。もったいないから。いやー、涙が止まらん。手を洗ってください。それ入れたらね、まあ、泣いたと包丁も洗って。いや、待て嫌いよ。シーチキンをの油をフライパンに油だけ移してカットして、ちょっと開けて半分ぐらい開けて、でそのままそのままそれを今度グッと奥に入れて、グッと奥に入れて、うぃー、絞れるじゃん。いや、ギューって押すの、それ中でギューって押す。ギューって押したら油だけ下に落とせるじゃん。そう。ギューっとギューっと。はい。うん。あ、もうちょっとか。今日一個分。ギューっとして。はい。OK です。何本って書いてある？7本。できるし。塩をお湯に入れてください。結局そうか。え、混ぜてくっつかんね。その中にオイル入れるって人もいる。あ、玉ねぎ投入。
とあれじゃないんだよね。玉ねぎはあのきつね色になるまでこう炒めてですね、透明になるぐらいかな。きつね色はちょっと分かりすぎたね。よく言わんがいね、玉ねぎきつね色。カレーとかと煮込むとかね。そこにガンガン塩コショウかけて、これ、はい、塩コショウ、塩コショウ、はい、ガンガンかける。ガンガン、まだ、まだ、あ、オッケーオッケー。しんなりしてきました。コショウ、うん、柔らかく、うん、見え見え。あ、入ったね。はい、バター絡める。バター、はい。はい、バターをそこに絡める。はい、はい、箸、箸、箸。はい、バターこのでかいのとかポンとポンと入れて、はい、絡める。バター絡める。そしたらフライパンに入れる。これを。はい。豆乳。炒めますよ。はい、まあ炒めるって絡める感じ。具と麺をこう絡めていく完成です。 OK? ほい、OK、出来上がり、出来上がり、いただきます。美味しいございます。もっとバター切ってもよかったのかな。やっぱりタランっぽい形状をしてるし。うん。うん。驚異的な攻撃力を持つ玉ねぎも。炒めれば、炒めるとうまいよね、うん、ごちそうさまでした。初のクラちゃんクッキーいかがでしたでしょうか。食レポゼロ。